第3代、ホランド男爵ヘンリー・リチャード・バサル・フォックスは、イギリスの政治家、貴族、ホランド男爵フォックス家に生まれる。1774年に幼くして、ホランド男爵院を継承し、1796年から貴族院議員として、議会入りした。ホイック等指導者であるおじ、チャールズ・ジェームズ・フォックスの思想を受け継いで、自由主義的な政治活動を行った。 19世紀前期の保育党内の改革派閥、旧派保育の領収であり、彼の屋敷ホランドハウスは改革派議員が集まる重要な会合の場所となった。1830年からの保育党政権では、重鎮閣僚として外交に影響を及ぼしたが、おじと同じく新仏派であったため、外務大臣の第3代パーマストン施策ヘンリー・イーチョン・テンプルとしばしば対立した。 1795年のホランド教1773年11月21日に、庶民院議員スティーブン・フォックスとその妻、メアリーの間の唯一の男子として生まれる。父スティーブンは、初代フォックスリーのホランド男爵ヘンリー・フォックスと、初代ホランド男爵キャロライン・フォックスの間の長男で、あり、1774年7月の両親の相次ぐ、 死で2つのホランド男爵位を継承したが、同年12月に両親の後を追うように死去した。そのためヘンリーが一歳にして2つのホランド男爵位を継承することになった。イートン校を経て、オックスフォード大学、クライストチャーチへ進学。1792年に創設された人民の友協会に参加し、保育等の指導者であるおじ。 チャールズ・ジェームズ・フォックスの派閥に属するチャールズ・グレー、議員の君等に従うようになった。1796年に、貴族院議員に列して、議会入りした。ホイック党に所属し、おじ、チャールズの自由主義的立場を代弁するようになった。1797年には、エリザベス・バサルと結婚し、1800年に直居を得て、妻の加盟を加えた、バサール・フォックスに改正した。 おじと同様に革命後のフランス要人と親しく、1802年から1805年にかけては、フランスとスペインで過ごしている。ロンドン県ジントンチェルシー区のホランドパークに立つ、ホランド教の像1806年2月には、初代グレンビル男爵、ウィリアム・グレンビルとホイック当主おじ、チャールズの連携によって、総人材内閣が成立。その影響で、ホランドも8月には、 数密顧問官に劣する。さらに、おじが、同年9月に死去した後の10月に、王子証書として、総人材内閣に入閣した。1807年3月に、同内閣が倒れるまで在職した。総人材内閣崩壊後、1830年の第2代、グレー伯爵チャールズ・グレー内閣成立まで、ホイック等の長い野党生活が始まるが、おじ、 チャールズの死後の保育党はいくつかの派閥に分裂した。その中で、ホランド教は、旧派保育と呼ばれるおじの思想を引き継ぐ、改革派閥を率いるようになった。そのため彼の屋敷である、ホランドハウスは改革派議員の重要な会合場所として知られるようになった。彼の派閥から出た有名な改革派政治家に、ジョン・ラッセル教がいる。 旧派保育区以外の保育党の派閥としては、グレー伯爵を中心とする超保育、第三代ランズダウン公社かヘンリー・ペティ・フィッツを中心とする親通り的な恩恵派、オルソープシャク・ジョン・スペンサーを中心とする若手議員の集まり青年保育があった。しかし、ホランド教は人民の友協会創設以来、グレー伯爵の勲等に従ってたし、オルソープシャクも、 グレー伯爵との関係が悪くなかったので、ホイック内で最も大きな力を持っていたのは、グレー伯爵だった。ホランド教は、トーリー党自由主義勢力カニング派に注目し、彼らをホイックに引き込むことに不信した。しかし、ホイック座派はカニング派指導者、ウィリアム・ハスキソンとの関係が良くなかったため、ハスキソンの存命中は、取り込みはうまくいかなかった。この状況は、 ハスキソンが1830年9月に鉄道事故死したことで好転する。ハスキソン事故死後すぐにも、ホランド教都パーマストン支策や、第2代メルバーン支策、ウィリアム・ラムラ・カニング派議員の会合の場が持たれ、来たるホイック政権ではカニング派に外交と通商を任せることを確約することでカニング派取り込みに成功した。これにより、 ホイッグとかニング派とウルトラトーリーの議会での連携がなり、トーリー党政権は総辞職に追い込まれた。そして1830年11月にもホイッグ党政権グレー伯爵内閣が成立した。ホランド卿は同内閣にランカスター公領大臣として入閣した。続く1834年7月成立の第一次メルバーン支爵内閣にも留任した。 短期間の保守党政権を挟んで1835年から1840年にかけて再成立した第二次メルバーン施策内閣でもランカスター綱領担当大臣を務めた。これらの政権下でホランド教は特に外交に大きな影響力を及ぼした。彼は相変わらず親仏派であり自由主義的なフランス七月王政を強く支持していた。そのため、 フランスに警戒感を持つ外相パーマストン施策とはことあるごとに対立することになった。閣僚在職のまま1840年10月22日に死去した。彼は最後の瞬間までシリアをめぐってフランスとの関係が悪化していることを懸念していたという。爵位は生存している最年長の着室男子、ヘンリー・フォックスが継承した。 1774年12月26日の父スティーブン・フォックスの死去により以下の借位を継承した1797年にリチャード・バサルの娘エリザベスと結婚。彼女との間に以下の4個を設けた。ありがとうございます。